久保さん、もう動画撮りましたよね。西郷井さんが優勝した秘密みたいな。これちょっと回,回るかなまあちょっとね、昨日の話なんで、昨日やっとけばよかったんですけど、寝たんで。<laughs> <laughs> まあもう調べればいっぱいね、ニュース出てるんで、あれなんですけど、うん。まあこれね、じゃあ、えっ、ー、と、松本人志さんにちょっとベクトルを合わせましょうか。松本人志に。 なぜ松本人志は、あの、票を入れたのかと。まあこれは松本人志さんが言ってましたけど、まあ、前回の動画でも言ったかな。あの、まあ一番、一番その、あのバ、バカを選んだみたいな。うん。そう。だ五十50歳でね、なんか歯もないらしいんですけどね。だからなんかその、サンドイッチマンさんが歯を入れろと。 なんだあのー、サンドイッチマンさんの人が賞金で歯を入れてくださいっていう <laughs> これちょっとこれにしようかな賞金で歯を入れてくださいっていう <laughs> うんそううんすごいっすよね6017組の中で頂点ですからすごいっすよねうんそう だから僕は思うんですけど、まあ、僕リアルタイムで見てたんであれなんですけど、やっぱ錦鯉さんが一番やっぱ松本人さんが言ってたのが、もう大差なかったと。うん。で、多分審査員の方もほとんど迷ってたって言ってたんですけど、本当ね、あの、決勝戦のネタに関しては、三者ほぼあんま大差ないんですよ。僕、僕も。うん。だから本当に誰が優勝するのかわかんなくて、これ誰に入れんだろうと思ったんですけど、 ただやっぱ審査員の人はやっぱ見てるとこはすごいですよね。やっぱその三者並んだ時に松本人志さんが言ってたのはや,やっぱ一番馬鹿に入れようっていうね。うん。まあバカが勝ったってことですね。馬 <laughs> 鹿は勝つみたいな。愛は勝つみたいなのありましたけど、バカは勝つと。最後まで馬鹿やったやつが勝つっていうね。なんか皮肉ですよね。そう。うん。 だから、バカと天才は紙一重みたいな格言もありますけど、うん。まあでもね、バカにならないとできないこともありますよ。うん。普通に考えたら、麻雀店のおっさんがね、ね、ネットビジネス始めてね、周りからね、こいつバカなんじゃねえかみたいな。今更遅いよ、みたいなね。今更何やってんだよ、みたいな。なんか騙されてんじゃないかと。多分そう周りの人は指さしたかもしれないですよね。 久保さんねな <laughs> 久保さんがバカにならず、うん、正常に考えて、あやっぱ俺、こっからやったら遅いなと思ってたら今ないだろうしね。<laughs> うん。ん。はい。バカが優勝しました。いってらっしゃい。